調布友愛福祉公社の宮下さんにお話を伺います。よろしくお願いします。お願いいたします。まずは調布友愛福祉公社について教えていただけますか。はい、調布友愛福祉公社は公益財団法人として市民相互の支え合いを基本に、高齢者や障害者の方などが住み慣れた地域で安心して生活できるよう様々な事業を行っています。その中でも今回はこの夏に開催する福祉講演会と認知症カフェの誰でもカフェ、そして校舎の住民参加型のサービスの担い手となる協力会員の説明会についてご案内させていただきます。はい、ではまず福祉講演会から教えていただけますか。はい、8月19日土曜日午後1時30分から午後3時まで調布市文化会館田作り12階大会議場で行います。参加費は無料です。28回目を迎える今回は講師に NPO 法人青少年の居場所キートスの代表であられる白畑真希さんをお招きし、食でつながる憩いの場、ただいまと帰るみんなの家というテーマでお話をしていただきます。どのような内容になるんでしょうか。はい、さまざまな事情から自宅にいても安心して過ごせない10代20代の子ども若者のために安心して過ごせる居場所を作りたいとの思いから、平成22年に青少年の居場所キートスは設立されました。キートスは社会に羽ばたく前に少し疲れた羽を休める泊まり木のような場所を目指されています。家庭で食事が取りにくい、または家庭的な食事を味わってもらいたいとの気持ちから、ボランティアの方によって昼食と夕食の手作りをし提供しています。子どもたちはそれぞれゲームやパソコンをしたり、円卓でおしゃべりをしたり、自宅のように思い思いに過ごします。食を通して子どもたちはつながり、さまざまなことを学ぶことができます。このような取り組みは昨年 NHK の番組でも2回紹介されました。キートスとはフィンランド語でありがとうという意味ですが、来てくれてありがとうという意味も込められています。そのような思いで関わるキートスの取り組みについて白畑さんにお話をしていただきます。申し込みはどうすればいいんでしょうか。はい、電話またはファックスで申し込みを受け付けております。申し込み順としております。多数のご参加をお待ちしています。続いて誰でもカフェについても教えてください。はい、毎月第4日曜日正午から午後3時まで国領町3丁目にあります友愛福祉公社で開催しています。参加費は100円で、飲み物と福祉作業所の手作りのクッキーをご用意しています。昼食をご希望の方は8日前までにご予約をしていただき、600円で提供しています。認知症の方、ご家族の方、福祉や介護の専門職の方、誰でも参加することができ交流ができる、ほっと一息つける居場所です。認知症や介護について相談したい、聞いてほしいということがありましたら、お気軽にお立ち寄りください。入間町にありますプチポアにおいても随時開催いたします。昨年度は影絵や歌声喫茶などを企画しましたが、今年度も様々なイベントを企画し開催していく予定です。司法等で今後の予定をご案内します。ではさらに協力会員説明会についてご説明いただけますか。はい、8月28日月曜日午後1時30分から3時まで友愛福祉公社で協力会員の説明会を行います。協力会員活動は住み慣れた地域で誰もが安心して暮らせるように、地域に住んでいる方々がお互いに助け合う活動です。協力会員活動に対して若干の活動費が出ます。18歳以上の健康な方で活動に興味がある方なら資格や経験はいりません。主な活動はどのようになっているんでしょうか。はい、主な活動内容はご利用者のお宅へ伺い、買い物掃除などの家事のお手伝いや外出時の付き添いです。また365日昼食と夕食を調理する活動や車で配達する活動があります。協力会員さんはご自身ができることを活かしながら利用会員さんの生活の一部をお手伝いします。
利用会員さんからさまざまなことを学ぶことができたり、協力会員さん同士で交流することができ、地域で生き生きと活躍されています。なるほど。どのような方が活動されているんですか？はい、5月末現在280名の方が登録され、156名の方が活動されています。大学生やお子さんを持つ主婦の方、定年退職後の方など幅広い年齢層で活躍されています。専門職員のサポートや協力会向けの研修会があり、安心して活動することができます。多数のご参加をお待ちしております。調布友愛福祉公社の宮下さんにお話を伺いました。